はいどうも、赤星マシマシ TV。 退院してですね、1週間経ったんですけど、退院したよっていう動画とグッズ販売しましたよっていう動画しか上がってないんですよ。はい、原稿動画も上げてませんよね。企画やるには何したらいいかなって結構考えてたんですけど、筋トレとか痩せる過程を取ってって言ってくれた人多かったんですよね。で実際俺も飯すっごい考えてて、今日も納豆、切り干し大根、減塩味噌汁、サラダ、あ、とろろも食べました。あ、めっちゃ健康的ななんだけど、それ写して面白いかなと思ってて、なんか俺としては写しても楽しくないなって自分でちょっと思っちゃって。あ、まず撮る側がってこと？撮る側が、そう。だそれじゃちょっと続かないなって思ったのと、あと筋トレ痩せるっていう企画めんどくさいな運動音痴だしね、まず赤星って。あ、まあ、そこもあるんだよね。で普通の人は普通に これ3つやった方がいいよって言ってくるんだけど、その1回がまずできないから。あ、腹筋できないもんね、赤星。そう、違う動画になっちゃうんだよね。なのでね、決めました。この2ヶ月間お蕎麦とビーガンラーメンを攻めます。うっしうっしゃー、おろし6本が出ちゃいました。ビーガンラーメンね、あのちょっとあの詳しくない方に言うと、ビーガンっていうのはベジタリアン、まあ、お肉お魚を食べない人の中でもさらに出汁とかエキスとかそこまで省いた完全なるお野菜を原料とした、まあ、食事生活でラーメンを作ってる、出してるところ結構あるんですよ。多分 2,30 店舗あるんじゃないかな、東京だけでも。神奈川埼玉回したらもっとあると思うんですけど、マシマシじゃないけどやっていこうかなとまあ一応麺類動画の範疇に収まるってことですね。はい、そういうことなんですよ。まあ、ラーメン禁止っていうのはおそらくお医者様も動物性じゃないラーメンが存在するってことを多分そんな簡単に知らなかったと思うんで、お醤油がちょっと塩分強みかもしれないけど味薄めにしてくださいとか言うかもしれないんで2ヶ月間やっていこうかなっていう報告が1個です。なるほど。はい、もう1個ね、その生活をしたら痩せるよね、だから体重測っとこうかなと思って、入院した日に測った、体重83キロだったんですよ。何キロになってるか用意しましたんで、スペシャルアイテムあちらです。体重計なんです。まあそりゃそうでしょ。いきます。はっマジで71かな、これ70か、あれ70下回ってるこれ。70キロだ、ジャスト70。え、ちょっと待って、そんなことある？70キロ。いやいやいや、ちょっと畳の上だからかな。ちょっとフローリングか、フローリング。はい、よいしょ。猫ちゃんが体重測っちゃう。じゃあ再度乗ってみます。はい、えい、全然違う、全然違うじゃん。77、6キロも痩せてるよ俺15日間で6キロ。特に運動してません。した方がいいよ。運動する様子とかも撮れたら撮りたいとは思います。そうだね、まあ、日々のちょっとそういった部分もね。最後はにゃんこをね、はい、にゃんこ踊りで終わらないとね、やっぱり最後はね全然乗り気じゃないよ。え、全然乗り気じゃない。おとなしいね、でもね。はい、私も応援してます。応援してます。バイバイ。Thank you.